久保さん、受信力大事っすね。てか、受信力じゃないですかね。すべては。まあ、今回ね、久保さん、億女にしましょうか。億女。ちょっとね、さっき報告が来まして、熟成さんから。昨年の売り上げ1億3000万というね、大台が来ました。 去年だったかな、対談したとき、去年多分対談して、1、2ヶ月で2000万とか上げてたんですね。で、そこからまあ報告なかったんですけど、まあ、まあその調子だったら奥行きますね、みたいな話はしてたんですけど、まあ奥超えてましたね。はい。いやね。やっぱ女性から生まれるってうめ嬉しいですね。うん、やっぱ男だと、まあなんかその、ね、あるじゃないですか。 男が狩りしてこいみたいな話なんで、なんか火星で当たり,当たり前じゃないですけど、なんかそういうのありますけど、女性で奥越えっていうのはね、まあ、あのドリアカやっててよかったなと思いますね。塾やってて。で、まあ、あの、まあ、深掘りしてお話しすると、まあ、その女性もね、最初、あの情報発信、まあ、久保さんがこの動画でね、まあ、インプットとアウトプット一緒だよ、みたいな。 話でまあ、情報発信する上で、まあ、やっぱ、言ってましたよ。こんな私がっていう <laughs>。めちゃめちゃいろんなアドバイスしましたけどね。いや、大丈夫です。みたいなね。うん。ん。まあ、最初はなんか、まあ、いろんなそのブロックはあると思いますよ。だって、はっきり言ってその女性ね、去年、1億3000万上げたっていう報告いただきましたけど、僕、一番最初知ってますからね。 まあ、久保さんの一番最初も知ってますけど <laughs>。だからね、一番最初知ってるってありがたいですよね。うん。まあ、いろいろありましたね。うん。まあ、言われたのが、まあ、あと言われたのが、吉田園さんが扱ってる商品は、まあ、そのね、あのー、稼げるっていうものだから、まあ、あれだけどっていうようなことも言われたし、まあ、いろいろ言われましたけど、 まあ結果的に、結果は万歳ですね。<laughs> うん。まあドリアカ運営して、久保さんはそっか塾8年ぐらいですか。僕、今年の年末で5年ぐらいになるのかな。いやなんか続けてると色々ありますね。うん。そう。まあでもこんな話すると、ね、間違いなく一部の人だろうみたいなね。うんまあそう受信すると思うんですよ。 あなたはね。<laughs> でも、はっきり言いますけど、まあ、これは僕しか知らないですけど、ね。まあ、久保さんの一番当時のね、知ってる人も、本当限りなく少ないだろうし、まあ、特にその女性なんかはね、ほんと情報発信なんかしたことないですし、あのー、YouTube もやったことなかったし、ドリアカ入ってですよ。情報発信始めたのは。うーん。 で、その、なんだ、今、あの、な、一番回ってる動画が40万回ぐらいあるのかな。で、その動画も、うーん、なんだ、あの、とりあえず、何でもいいんで、とりあえずまあ発信してみましょうみたいなアドバイスもしてたんですよ、一番最初。で、それでやってた動画の中が一個当たって、みたいな。うーん。 今ね、チャンネル登録ね、3万人ぐらいいてますね、このチャンネルは。うん。そう。まあ、常時、常時、常時3000回、平均ですごい、まあ、濃いファンの人いますね。常時3000回ぐらい回してますね。平均、平均も、平均、アベレージ3000、4000ぐらいですかね。すごいですね。うん。 まあちょっとね、対談のちょっと申し出しますけど。うん、はい。まあでもね、億っていう、僕、まあ報告もらってね、まあ久保さんもそうだと思いますけど、その、まあビビらないですよね。100億って言われたらちょっとビビるかもしれないですからね、去年100億稼ぎましたみたいな。マジで100億かみたいなね。100億ですかみたいな。 <laughs> それはちょっとビビるけど、やっぱ1億、2億、3億、5億ぐらいだったら、まあ、10億だったらちょっとビビるかもしれないですね。1人で10億だったらどうすか、久保さん。<laughs> 1人で年間10億だったら結構ビビるかもしれないですね。うん。まあ、でも、1億、2億、3億あたりだったら、まあ別にって感じで、あれですけど。まあ一般の人からするとね、まあなんかすげえ結果だなとは思うかもしれないですけど、 はっきり言ってあなたも生涯3億円ぐらい稼ぐんですよ。40年ぐらいかけて。生涯賃金1億から3億ですよね。大丈夫ですよね。を計算すれば出てくると思うんで。それぐらいは稼がないといけないわけですよ。っていうか稼が、稼ぐわけですけどね。うん。だって仮に20万だったとしても、あ年間120万ですか年間120万でしょ で、10年で1000か。あ、すみません。手取り、あ、手取り20万だと、うーん、240万で10年で、10年で2000万ぐらいですか ?10 年で2000万だから、50年で1億か。うん、40年。まあ、40年で1億超えるかなどうすか。手取り20万で240万でしょで、それ二240万かける、 10, 10年で24002400 24万かける54ちょっと計算してくださいまあ1億ちょっと超えるんじゃないかなと思いますけどうんだから手取り20万でも40年以上働いたら1億ぐらいは超えるのでまあそれぐらい稼いでるわけじゃないですかでそれを要はこのこのスパンで稼ぐかどうかなんですよねだからそのロングで稼ぐのか 短期で稼ぐのかっていう話で,で短期で稼ぎたいんだったらまずその短期で稼げる手段を選ばないといけないですよねまあ久保さんもね僕はこの歩いて月に行けないっていう言葉がすごく好きなんですけど久保さんが言ってくれたねだからその歩くという手段では絶対月には無理なんですよだから1年でサラリーマンで1年で1億円稼ぐとかは結構難しいですよね そのそのまあ、副業を他でで上半身してるとか別ですよ、だからそのサラリーマンの給料として1億稼ぐっていうのは難しいですよね。ていうか、ほぼ不可能じゃないですか、ただ M&A とかね、そういうそのめちゃめちゃでかい仕事だったら分かんないですよ、その何百億円の,の M&A を決めて、まあ、給料ね、部合で何千万もらうとかだったら、まあ、それはありえるかもしれないですけど、一般の職種で1億って1年で無理じゃないですか、給料。 うん、だから、どれだけ死ぬ気で頑張っても、どれだけ努力しても、まあそれは到達で,できないわけですよね。うん。だからまずは、その手段を選ぶってことですよね。どんな手段を取るのかっていう。何を選ぶのかっていう。で、あとは、もう徹底的にやるだけですよ。うん。だその女性も最初、1000万あげた時に、対談取ったかな。めっちゃやってましたからね。 1>, うん、1ヶ月で1000万上げた時も取ったんですけど、うん、めちゃやりましたよ頑張りましたようんだから頑張った頑,頑張るっていうのは当然でなんか頑張ったら結果出るんですかみたいなねこの億万長者の合宿2年前開催した時もね合宿に参加したら億万長者になれるんですかみたいなね 質問あってブチギレましたけど、頑張ったら稼げるんですかではなく、頑張るのは当然だし、うん、だってその短期間でね。てか40年頑張ってるわけじゃないですか。わかります ?40 年頑張るわけじゃないですか。あ、頑張って当然ですよねサラ。サラリーマンで働いたとしても40年会社に行かないといけないから頑張ってますよね。頑張ってないわけないですよね。40年も満員電車に乗るとか頑張ってるでしょ、どう考えても。 だから頑張るのは当然なんですよ。で、ただ短期で行くんだったらもっと頑張るのは当然ですよね。うん。で、その結果が出るか出ないかに関しては、その人次第ですよ、本当に。うん。その頑張りの量が人それぞれ違うだろうし。でも少なくてもある一定はみんなやってますよ。いや、マジで。久保さんもめちゃやってましたからね。だから、めちゃやら、その、一般の人がでしょ。ね。 本当に一般の人が情報発信して集客してこうやっていくって中で概念もないし私なんかみたいな話なわけですよ。でそれをこう超えていくためにはやっぱある一定の量はやらないとまあ無理ですし、うんまあ、最初から頑張ったら稼げるんですかこれぐらいやったら稼げるんですかって言ってるようであるならば申し訳ないけどそれはあのやらない方がいいと思います。うん うん、だそれはなんかね、やっぱサラリーマンマインドと起業家マインドのやっぱ違いかなとは僕も思うんですけど、じゃあ企業、起業家でね、起業したいと、これからお店、まあ、店舗でもいいですけど、事業でも何でもいいんですけど、企業したいっていう人が、なんかそのね、すいません、私、起業したら成功できますか、上場企業作れますかっていう質問をすると思いますか。あんましないと思いますよね。 うん、俺はやるんだっていう、俺は起業して成功するんだっていう、ただそれだけじゃないですか。そこに保証はないですよ。だけど、自分はこういう会社を立ち上げたいとかこういう事業をしたい。だから俺はやるんだ。それだけじゃないですか。そこになんか保証ないですよ。うん。てか、そういう質問もしないだろうし。うん。自分がどうしたいかですね。自分が起業したいのかっていう話で。 うん、だから自分で稼ぐっていうのは起業するようなもんですからうんからお給料もらうわけじゃないですからねそう,そうお給料もらう仕事であるならば会社に言えばいいじゃないですか1ヶ月働いたらいくらもらえるんですかと、まあ、求人票に書いてあるよって話じゃないですかだから求人票に書いてある人生を送るしかないですよねうんでそこが嫌なんだったらって話ですよね あのー、があの、もっと頑張るしかないですよね。うん。うまあそんな感じですね。はい。いやー、億超えか。いろいろありますね。<laughs> 人生って分かんないですね、久保さん。久保さんもね、億超えしましたけど。ね、この億万長者みたいな大層な名前つけてますけど。 本当にね、もうずっと、多分ずっと言うと思いますけど、僕はね、全くイメージできなかったっすよ。久保さんがこんなんなるなんて。<laughs> で、その女性も、そのね、数年後、奥の売り上げを1年で出せるなんていうのは、1ミリも僕は思ってなかったですからね。だから1ミリも思ってはいなかったけども、うーん。 やればできるっていう、そ,その、まあ、その女性も奥を目指してたわけじゃないですから、最初からね。うん。ただ、大丈夫だよっていうのは僕は言い続けましたけどね。いや、大丈夫ですと。ね大丈夫ですと。<laughs> それは言い続けましたね。大丈夫ですと。まあ、みんなに言ってますけどね。大丈夫ですと。やるだけですと。なぜ大丈夫ですか大丈夫で,ですって言えるのかっていうと、それは結果を残した人たち。 全くゼロの状態、もしくはマイナスですよ。久保さんもマイナスですけど、まあそういういろんな人たちを見てきて、だってやってきてんだから。<laughs> うん。やれば大丈夫ですと。うん。うん。結果はその数字の売り上げはわかんないでしょ。だけど、少なくてもやって、徹底的にやって、続けて、やれば、まあ少なくても変わると。それは大丈夫だと。ね。今の人生よりが変わると。でもやらなければ何も変わらないと。 ね、やれば変わるじゃないですか。それ大丈夫ですよね。だど、どうですかやれば変わりません <laughs> しかも徹底的にやって続ければ。うん。僕はそう思います。うん。そう。まああなたがどう思うかわからないですけどね。まあ受信力ってやつっすよ。受信力ってやつっすね。いくら言っても、何言っても動かない人は動かないし。 信じない人は信じないし、やらない人はやらないし、まあ、結局何も変わらないとてことですね、はい。今を生きるんじゃなくて、過去を生き続けるっていう、過去の自分の思考でね、過去の自分の価値観で生き続けるっていうことですね。そして新しい概念が入ってきたら否定から入ると。うん、それじゃ変えられないですよ、何も。うん Deux.